私の夜まで崩れないチタンの巻き髪テックをご紹介できればなと思います。一つ目がビダルサスーンのマジックシャイン、こちらを使うのと、もう一つがモッツヘアのポットカーラーを使ってご紹介できればと思います。では早速髪を巻いていきます。美容師さんとかだと綺麗に巻けるんですけども、毎朝そんな時間はないので、上の部分と下の箇所で巻ける形で、まずあの下からこうザーッと巻いていって、根元まで巻き切っていただいて、180度で5秒ぐらい止めていただいてから離す形です。最後上を巻いていくっていう形をとってます。ざっくり巻いてるので巻けてない毛が出てくるかと思うんですけど、それはあの随時取っていただいて、で巻いて離していければ全体的に綺麗に巻けます。ではしっかり、スタイリング剤で固めていきたいと思います。もともと違うあの女性用のワックスを使っていたんですけど、あの主人がこれ使っている男性用のギャツビーさんです、ね、グレーのものがすごく よくてリピートしてるんですけど、結構いっぱい取ってもいいかもしれないです。髪全体的にこうクシュクシュクシュっていう風に、猫っ毛とか細い毛の人にはこの多分グレーのやつが一番セットがしやすいのかなと思います。スプレーも以前は違うの使ってたんですけど、これ VO5、 どこの多分薬局さんでも売っていて、でこれはもう全体的に落ちやすい下のカールの部分にしっかりつけてあげると、朝起きてから会食終わるまでこの髪の毛をキープできます。香り付けでミスディオールヘアミストをつけていきます。右左に3プッシュずつですね。髪が入れるたんびにほのかに香る感じがするみたいで、いろんな人からどこの使ってるのって聞かれるのすごくおすすめのアイテムです。完成しました。バイ。